人間の手で生み出された残酷な生物、四川。こんにちは、020です。今回は人間によって作り出された生き物を四つご紹介いたします。ベルギアンブルー。1800年代初頭から、ベルギーの科学者や農場主は、マッチョな牛を繁殖してきました。この目的はより多くの肉を生産するためで、繁殖の対象となっているベルギアンブルーは、より少ない脂肪と非常に柔らかい肉を提供することができると言われています。さらに、狂牛病の耐性を持っているとも言われていますが、かなり健康問題があり、例えば子供を出産するときには 100% 帝王切開が必要で、子牛は大きな筋肉質の舌を持つので、母牛から乳を飲むことができません。しかも心臓や呼吸問題、関節痛など、お年寄りが持つような問題を抱えていて、他の牛と比べ寿命が短い傾向があります。でも、すごく硬そうで美味しそうにはあまり見えないけど。人と豚のキメラ。私たち人間の臓器移植に利用する臓器が不足しているという問題は何年も前からありましたが、動物の体内で人間の臓器を作るというキメラ技術が進んでいるのは知っていますか？2017年、カリフォルニア州にあるサルク研究所の科学者たちは、人と豚のハイブリッドを作り出すことに成功したと発表しました。科学者チームは、人の幹細胞を豚の受精卵に注入し、その後、メスの豚へ移植しました。人と豚の受精卵は、豚の妊娠期間の約3分の1にあたる28日間の間発達させられ、その後除去されました。しかし、人と動物の遺伝子を組み合わせる上で、人間のような脳を持つ知性のある動物を作り出す場合、命の尊厳について問題が挙げられますが、この研究は人間器官を成長させ、移植に役立つという可能性を持つので、重要な研究と考えられています。透明カエル。世界中で生物学や解剖学を生徒たちに教える手段として、大学などではカエルは解剖の対象になっています。それは入手しやすいことやカエルの器官、体内における配置が人間とよく似ているためで、もしカエルを殺さない状態で内部の仕組みを研究できるとしたら、人間もカエルも嬉しいですよね。ガラスカエルという種類のカエルは、生まれながらの突然変異で体内が丸見えで、広島大学の科学者たちはこのカエルを繁殖し、完全に透明なカエルを作り出しました。そして血管、骨格、筋肉を見ることができるので、どうやって体の異なる器官が機能するのかや、がんなどの病気がどのようにして繁殖していくのかを観察することができます。この透明カエルのおかげで、これから私たちの医療にかなり役立つと考えられますね。クモヤギ。ワイオミング大学の教授、ランディ・ルイスは、クモとヤギのハイブリッドを作り出すことに成功しました。ルイス教授はクモの糸について研究していて、クモの糸は鋼の5倍の強度を持ち、部品の材料や絆創膏などの様々なものに再利用できる可能性を秘めていますが、小さな生き物のため大量の糸を生産することができず、共食い性を備えているため多く集めることが困難でした。ルイス教授はこの問題を何とかしたく、クモの糸の DNA をヤギに移植するというぶっ飛んだ発想を思いつき、クモから糸を高度化する遺伝子を採取し、ヤギのミルクを生産することを刺激する DNA を合わせました。その DNA は卵子に挿入され母ヤギに移植。そして150日後にクモヤギの赤ちゃんが誕生したのです。クモヤギのミルクにはクモの糸に含まれるタンパク質を多量に含み、ろ過するとリールに巻きつけることができ、防弾ジョッキへの応用が期待されています。いかがでしたか？コメント欄にてご感想お待ちしております。また明日。